もう随分話し始めてしまったみたいですがアメリカは日本機動部隊を見つけられずに焦っていたとマリアノ機械戦の戦いの結果は、まあ、ボロボロに日本は負けるわけで,でその大きな理由がアメリカのレーダー こう高性能なレーダーで敵を見つけるのが早いですとか、それから攻撃に向かった日本の航空隊を撃ち落とす艦隊からの,こうあの攻撃、これの性能がとても良くて、実は日本の航空隊の機体に当たらなくても、近いところで爆発してで、そのことで日本の機体が相当数落ちたということが言われてますので。 まあそれらがまあ大きな理由の一つではあると思うんですが、アメリカはその策的についてもすごかったんじゃないかと、まあ、勝った側ですから思うわけです。しかし、アメリカの策的能力は、実は相当低かったようで、日本の策的機器が見つけるのが常に早いということが言えたようで、アメリカも相当数出してます、特にこの飛行艇なんかを出すと、相当な航続距離もありますし、 もう20時間以上、丸々1日ぐらい探し続けることもできたんですが、それでも見つけられなかったと。アメリカの PBY カタリナ偵察、索敵、爆撃などに使われた航空機なんですが、この飛行艇主翼の先端のフロートがグアムの海に沈んで落ちています。アメリカ軍の記録なので間違いないはずなんですが。 アメリカがガム島上陸に備えて爆撃・艦砲射撃を行った時にアメリカ軍の5機が日本軍によって撃墜されているという記録があるんですね。そのうちの1機がこのカタリナだろうと思うんですが本体は残念ながら見つかっていませんがフロートは水深2 7メートルにあるのが分かっています。これららの高性能な航空機を使っているにもかかわらず、 アメリカは日本機動部隊を見つけられていいななかったととうことになる6月19日、このマリアナ沖海戦の初日ということになるんですが、天候は、まあ、雨は降ってなかったようですが、雲が厚く覆っていて、南風が相当強く、6月19日の早朝、真っ暗闇であまり見えていなかったようですが。 海面は白波がものすごい勢いで立っていたというふうに東上長はおっしゃってます。この風が強かったということでこれまで天山攻撃が小型空母から飛び立てたのかという話をしてもいるわけですがこの風が相当強かったという要素が入るともしかしたらこの向かい風のおかげで 天山攻撃機など大型の航空機も小型空母から出撃できたのかもしれませんと思い始めました爆撃機彗星にしてもなかなか特設空母例えば6号に航空隊の空母巡洋や費用からもなかなか飛び立つのが大変だったというギリギリだったという話があるんですが この南風が相当強いという理由は水星体の出撃にももしかするとプラスだったのかもしれません。6月19日夜が明けても、ま、太陽を見ることはできなかった。日本の作敵機は43機発進してましてアメリカの機動部隊を探しているんですが午前6時30分この日本の作敵機は空母4隻のアメリカの機動部隊を発見。 距離はその前日見つけた時と同じくらいの距離380回り一晩中東側に進路を変えて進んでいたアメリカの機動部隊は6月19日この早朝にガム島のの北西90回りの位置にいたと言われています。アメリカの作敵機は自分の機動部隊の方向へ向かう日本の作敵機2機を見つけてます。 それかかららガム基地から離陸する多数の日本軍機を発見もしていま,まあ機動部隊本体は見ていないんですがでさらにこのアメリカ艦隊のレーダーには南西80海里に3 4 0機の日本軍機がガムに向かっているのを捉えたそうですこの時アメリカは35機の戦闘機を迎撃のために発進させてるんです それらの報告を聞いたハワイ本部の,そのミッチャー中将は自分が予想してたことが起こったんじゃないかとお唇を噛むわけですねグアム基地からも離陸する多数の日本軍それからグアムに向かう日本軍の艦載機これでは挟み撃ちじゃないかということになるわけです日本の機動部隊空母から飛び立つ攻撃隊 それからガム島などの基地から飛び出す攻撃隊この2方向からアメリカ機動部隊が襲われるとこれらの日本軍機はいちいち空母に帰らずともガム基地に着陸すれば燃料補給などができるわけですねそして再び攻撃に出撃できるということでピストン攻撃が可能になるわけですこの状況をミッチャー中将は恐れていたわけですが そこまで追い込まれてるかのような状況、日本の、まあ、我々がこのマリアナ沖海戦をいろいろ考えているというか、状況を想像しても、実はこのアメリカがここまで追い詰められた気分になっているというのは、全く気づいてなかったわけですね。それがこの現場の搭乗員の声を聞いてみると、そんな状況だったのかと。 もしかしたらもうちょっと頑張れば勝てたんじゃないかという気までするぐらいにミッチャー中将は焦ってたようです。アメリカは日本機動部隊に向けて発進させた戦闘機35機を空母に戻していた。どういうことかといいますと35機で出撃して自分の方に向かっている 日本の攻撃隊に向けて迎撃しようということで発進させたわけですけれどもじゃあその日本の攻撃隊が、まあ、この迎撃隊をすり抜けたとかまたはそれ以上の航空機がガ、まあ、ム基地方面からも飛んでくるだろうと思われそれらがそのアメリカの機動部隊に攻撃に来た時に機動部隊の真上がガラガきだろうということになるわけなので。 それを心配してアメリカ側は出撃させた戦闘機を空母に帰れと今その敵の迎撃よりも自分の頭の上の防備だということで冷静にこの出撃隊は空母に帰還していくわけですこのように今まで思ったこともないほどアメリカがピンまあ実際にピンチではないんですけど まあ気分的にアメリカは相当ペンチンに追い込まれ、まあ日本も気づいてないでしょうけども、今、意外とイケイケに行ける状況、まあこれ、後から言えることで結果論なんですが、イケイケの状況で、なんせまだ日本の機動部隊はアメリカに発見されていないんですね。日本は逆にアメリカの方は見つけている、まあ、距離はまだ380かいあるので、相当遠いんですけれども。 ここで一気に例えばクアム基地からも飛んでたたき潰すという行動に移していたらという有利な状況が展開されていたこの時なんですが実はですねあっという間に逆転されてしまいそうな出来事が起こるわけですね。潜水艦への警戒を日本は怠ってましたかということでアメリカの機動部隊は意外に見つけているわけですけども。 潜水艦の監視はしてたのかというのがありましてアメリカの潜水艦アルバコアが放ったたった一発の魚雷が日本の正規空母第一航空戦隊の機関空母大砲に命中してしまうんですね空母大砲っていうのは最新の空母でまだとにかく出来上がって間もない空母で実は この第一航空艦隊のメンバーたちも空母逮捕を見るのは初めてだというものが大勢いて、第一航空艦隊に合流したのは、田植えたうえ地に全員到着しているのに、空母逮捕だけは遅れてまだついてなかったというほどの最新空母なわけです。で、この最新空母は飛行艦板の丈夫さ、敵の爆弾にも耐える厚みなどが整っていて、 このアルバコアが放った一発の魚雷なんていうのは、ほとんどかすり傷みたいなもんだと思われたわけですが、なんと8時間後、その雷撃を受けた8時間後に、艦内に充満したこう気化した燃料、これが大爆発を起こしてしまい、なんとたった一発の魚雷が原因で沈没してしまうんですね。空母を9隻で出撃してきているこの第一航空艦隊。そののうちの 3隻だけが第一航空船体の3隻だけが正規空母でここからなら全ての航空機が楽に離着艦できるというしかもその最新鋭の大砲はここで姿を消してしまったわけですそれからもう1隻のアメリカの潜水艦キャバラが放った魚雷4本これがやはり正規空母第一航空船体の昇格に命中し 午後2時には沈没してしまったんです日本はあっという間に有利だったと思われる展開中正規空母2隻を失ってしまうという大誤算が勝利してしまったわけですそれに対してアメリカ側の被害は空母ワスプとそれから空母バンカーヒルに資金弾が200つずつ資金弾ですから当たってないんです 戦艦「サース・ダコタ」に2 5 0キロ爆弾が一発命襲戦艦「インディアナ」に自爆した1機が突っ込んだということになるんですがそれに引き換え日本は正規空母2隻を失いさらに、まあ、アメリカの記録で重複しているものが多数あると思うんですがアメリカによると日本の攻撃隊402機が撃墜という記録になっています。 この結果でアメリカのスプルワンス大将は追撃を命令するんですが、とにかく見つかってないんです。日本はアメリカの機動部隊からの攻撃でない潜水艦で2隻の正規空しない、日本の撃墜された402機という数字、まあ、重複していると思うんですが、この航空隊も敵航空隊が撃ち落としたというよりも、おそらく大多数は、 艦隊からの攻殻法による被害だと思われるので機動部隊対機動部隊って言ったらほとんどアメリカは何もしていないだってこの段階でもまだスプルワンス大将は追撃しろと言いながら日本の機動部隊がどこにいるかわからないとにかくおそらく北西方向だろうということで北西に向かわしただけなわけです 6月19日午前10時4分、アメリカは全軍に警戒命令と艦上爆撃機、艦爆と雷撃機を発進させた。これ別に日本の機動部隊を見つけたわけではなく、アメリカの機動部隊空母の飛行艦班に並べられていた この艦爆と雷撃がいると例えば日本の航空隊が攻撃にした時に迎撃に上がる戦闘機体これの磁着艦に邪魔なわけですねまた艦爆と来撃がその飛行甲板に残ったまま攻撃されれば空母にも被害が及びますがこの攻撃機たちにも相当な被害が来るわけで、まあ、空へ逃げとけという命令なわけです。 戦闘爆撃機のために全残体が必要だった。もともと戦闘機なので通常このお腹の下につけるものは増層タンクなんですねで。燃料を余分にここに入れて飛ぶことでより長い距離より長い時間攻撃に向かえるわけで通常お腹の下につけてある増草タンクを主翼両翼の下につけ でここに重い250キロ爆弾をつけるということで、増装タンクもついてたのかとなると、もう本当に零戦のいいところ、軽量な戦闘機という部分が、ますますなくなっている状態なわけですね。で、そのますます重くなっている状態だとしても、まあ、飛んでるうちに増装タンクは落とすでしょうし、敵のに爆弾を落とせば、これもなくなるということで。 攻撃後は戦闘機としての戦いができるというところが最大のこの狙いまあ甘いんですが思惑だったと思われるんですが戦闘機は一人乗りなわけですよね。この天山攻撃機に魚雷を積まずに誘導や直接ということで5機飛んでるという記録になっているわけで実はこの5機は戦闘爆撃隊の誘導に必要なわけです。 一人乗りでではナビゲータータがいないなわけですよね普通の爆撃機と違って、後ろに偵察員がいるわけではありませんので、なかなか予定通りの方向、作敵機からもたらされる敵の位置の情報に正確に向かうことが難しいということになり、その役割をこの天山が担って、天山が誘導していくからついてこいということでいくわけですね。これがおそらく 今回のこのマリナ沖海戦における天山の最も重要な任務だったのかもしれません。事実、正規空母を持つ第一航空戦隊では、水星が53機も、まあ、爆弾を抱えて出撃し、天山27機、でゼロ戦の5二型が48機護衛について出撃している。爆戦隊はいないわけですよね、第一航空戦隊には。で 第三航空戦隊の小型空母千歳、千代田、瑞穂も戦闘爆撃機が主力となり、機機機のの戦戦闘爆撃機を14機のゼロ戦が護衛。これ、正直、45機の攻撃する爆弾抱えと思い戦闘爆撃機をたった14機のゼロ戦が護衛してるっていう時点で、おかしいんですよ。 守りが薄すぎて、でもそれもこの45機の戦闘爆撃機が爆弾を落とせば同じく戦闘機となり敵と対等に行けるんじゃないかなという甘えよりではないかと思います。でもう一つ全然今まで気づいてなかったんですが誘導役で8機の97艦痕が出撃してるんだそうです。全く知りませんでした。